はい、こんばんは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問が来ております。ご質問は、今ネット上で池上彰さんが炎上していますよね。ツイッターでは池上彰は嘘つきとか売国奴などと書かれています。私は池上さんの番組とか大好きでよく見るんですが、本当に池上さんは嘘つきなんですか？三木谷先生の意見を聞かせてくださいということです。そうですね、僕もね、池上さんね、好きっすよ。結構昔から池上さんのテレビ番組ね、よく見るんですよ。まあ、ただね、そんなに真剣にガーッと食い入るように見るんじゃなくて、まあ、テレビつけて池上さんの番組やってたら、あ、やってるって感じで流して、あんま真剣に見ないで流しながら、スマホでね、 YouTube 見て、ステハゲとか見たりとかね、ネットニュース見たりとか、そんな感じで、で興味のあることやってたら、うーんって、ちょっと集中して見たりとかね、そんな感じで、そんなに食い入るように真剣に見るんじゃないですけど、結構好きでね、話し方がね、上手なんですよね。説明の仕方が上手なんで結構見るんですよ。で、まあ、好きなんですけど、じゃあ池上さんが嘘つきかどうかっていう質問に関してはですね、意図的に嘘をつくっていうことはね、僕はね、してないんじゃないかなって思いますね。やっぱり長らくそのテレビとかマスコミの業界にずっといて、そこに染まってるっていう部分もあるし、その本当にその信じてることを素直に話してるだけで、その話した内容が結果的に間違ってるっていうことはですね、それはね、あると思うんですけど、意図的にその反日的な行動に出てるとか、日本を貶めようとか、まあ、ネットで言われてるようなですね、悪意に満ちたことは僕はね、池上さんやってないと思うんですよ。わかんないですけど、僕個人の意見なんですけど、僕は個人的にあの人いい人だと思ってるんで、そんなにめちゃくちゃ、ね、気が強い人じゃないと思うんですよ。そんなにメンタルがめちゃくちゃ強い人じゃないんで、そんな意図的にですね、誰かを貶めようとかする人じゃないと思うんですけれど、ただまあ結果的に間違ったことを言うってことはですね、あるんですよ。っていうのは、池上さんってジャーナリストで、ものすごく広いことをお勉強されてるわけじゃないですか。まあ、政治も経済も世界情勢も、あと医療のこととかも、まあ、いろんなことを普段ね、情報収集して、でそれを比較的あんまり知識がない人たちに対して、比較的教養があんまりすごく優れてるわけじゃない人に対して分かりやすく説明するっていう専門の人なので、ものすごい幅広いことを勉強してるから、そりゃその道の専門分野からしてみれば、ちょっとこれ間違ってるよね、あるいはだいぶ間違ってるよねっていうことはね、あると思うんですよね。まあそれがいいか悪いか、僕はですね、僕個人としてはもうしょうがないかな、池上さんって感じで、僕はそんなに悪いことをし、あ、どうなんですかね、あんま言わん方がいいかな。まあ、でもやっぱりその間違ったことを言うことに対してあんまりよく思ってない人がね、世の中にいっぱいいるっていうのはしょうがないと思いますね。はい。で、まあ、池上さんって毎週テレビ朝日で番組やってるし、それ以外でもいろんな特番とかやってるわけであって、まあ、池上さんがテレビですね、間違ったことを発言すると、その都度ネットがバーッと荒れるんですよね。まあ、ツイッターとか YouTube とか、どっちかというとやや保守系の人なんかが結構そういうのを気にして批判的なことを書いたりとか、まあ、保守の方だけじゃないですけれど、結構こうまた間違ってる、あと経済の専門の方とかもね、世界情勢の専門の方とかもね、保守の人だけに限っていったわけじゃないですよ。今そういう感じでネットが荒れることが多いわけで、結構ネット民の人はですね、もう最近は池上さんが間違った発言するのをずっとね、もう待ってる、もう食い入るようにね、心待ちにしてるぐらいの人がね、多いんですよ。で、間違ったことをバッと発言したら、ああ、また言ったって言って、もうすぐツイッターでね、ハッシュタグ池上彰嘘つきみたいな感じでバーッと出てくるって、毎度のことになってしまってるわけですよね。で、まあ、最近だと、つい最近起きたのは、そのテレビ朝日のニュース、そうだったのかっていうやつで、あれももうまさにそのお笑い芸人とかアイドルの人とか、比較的そのあんまりそういう世の中の知識に疎い人たちばっかりをですね、
スタジオに呼んで、その人たちに対して教えてあげるっていう感じで、もう専門家と討論するとか一切そういうのはないわけですね。もう一方的に池上さんが知識のない人に対して分かりやすく教えるっていう番組であって、でそれで最近はアメリカ大統領の人権問題ですよね。ウイグル自治区の問題で、まあ、バイデン新大統領は人権問題に対してかなり厳しい人なので、今後どんどん人権問題進むだろうと。で一方トランプ前大統領は今までその人権問題に対して何にも言ってこなかったって言ったんですよね。まああれは完全にですねアウトだと思いますね。というのは、まあ、皆さんご存知の通りトランプ政権っていうのはウイグル族の集団虐殺を認定していたわけですよね。でなおかつトランプ大統領ってその日本人にとってはですね、その日本人の、拉致被害者の方、北朝鮮に拉致された問題に対しては歴代のアメリカ大統領の中で一番踏み込んでくれたわけですよね。拉致被害者の家族の方とも会ってくれたし、あとは国連で北朝鮮の拉致問題に対してですねしっかりと演説もしてくださったわけで、まあ、結果的に拉致問題解決はしてないんですけれど、まあ、踏み込んでくれたので一歩前進したっていうのは確かなんです。これは歴代のアメリカ大統領に比べればかなり踏み込んでくれたわけで、これと同じことをあるいはそれ以上のことをバイデン新大統領がやってくれるかっていうとそれは分からないわけであって、まあ人権問題に関してトランプ大統領がですね、まあ何にも言ってこなかったっていうのはですね、これは僕もおかしいなと思いましたし、やっぱりネットがかなり荒れました。あとはですね、毎回荒れるのは日本のその政府の財政問題ですよね。まあ、毎回その池上さんというのは日本の借金って言って、まあ、日本っていう国の借金の問題っていう形で取り上げて、それ自体でまた荒れるんですけれど、その政府の借金問題なんですけれど、まあ、どんどん国債を政府が発行して借金が増え続けるといずれ、日本は財政破綻する可能性が高まるって毎回毎回ですね、その財政破綻する恐怖を煽るんですよ。でそれも完全アウトだと僕は思いますね。というのは、まあ皆さんご存知の通り日本という国はですね、その円っていう自国通貨で国債を発行しているわけですよね。でその国債の多くを日銀が引き受けてくれてるわけで、である程度インフレ率をコントロールしながら引き受けてくれて通貨を発行するっていうことをしているわけであって、それで基本的にですねデフォルトするっていうことはありえないわけですね。国債、日本の国債がデフォルトすることはありえないので、まあ、財政破綻するっていうことは物理的にありえないんですけれど、まあ、毎回毎回財政破綻をするっていう恐怖を煽るわけなんですよね。あとはその政府と日本銀行は別物って毎回言うんですけど、まあ、実質日本銀行っていうのは政府の子会社のようなものなので、まあ、別物って毎回言い切ってしまうのもどうかなって思うわけで、まあ、それに関しても毎回荒れますね。あとは毎回荒れるのはですね、その消費増税の問題ですよね。その消費増税の目的はっていうクイズをね前に出したことがあるんですけれど、その時のクイズの答えは消費増税をその分を社会保障費に充てるためっていうのが正解だったんですけれど、確かに表向きはそういうところもあるんですけれど、まあ実質は法人税を上げないようにするためっていう目的もあるし、そっちの目的が大きいんですよね。まあ過去のですね、その消費税が、過去のですね税収を見てもですね、法人税の税収ってかなり下がってるんですよね。でも消費税は増税してるんで、消費税の税収っていうのは
上がってるわけです。その分上がってるわけなので、まあ消費税を増税するっていうのは法人税を上げないようにして、まあ、大企業を優遇するためだと。消費税を上げて、まあ、日本国民全体からですね、貧しい人もお金持ちも幅広くたくさん消費税で税収を取って、でその分法人税を上げないようにして大企業を優先してるっていう意図もあるわけですよね、実際には。はい、なのでまあそれなのに毎回毎回ですね、その社会保障費に充てるためって断言しちゃってるので、まあこれは荒れるのはしょうがないかなって僕は思ってて、まあそれ以外にもですね、いろいろ荒れることいっぱいあるんですよ。医療の話でもですね、ちょっとおかしいかなって思うことよくあるんですけれど、でですね、でも僕はですね、個人的に池上さんね、そんなに嫌いにならないんですよね。なんか池上さん可愛らしいんですよね。なんか多分そんなにストレスに強くない、叩かれることに強くなくて、最近ストレスが溜まって、最近というか前からなんですけど、結構顔が引きつってて、なんかかわいそうに思えてくるんですよ。本当はあの人自身ね、悪意に満ちてなくて、その日本国を貶めてやろうなんてことはね、考えてないと思うんですよね。はい、ただやっぱり嫌な思いしてる人ってたくさんいると思うんですよ。っていうのは、池上さんってその知識人とか有識者とか専門家と討論するっていうことはほとんどやらなくて、毎回毎回その比較的その何ですか、知識がない人たち、芸人さんとかアイドルとかばっかり集めて説明するだけなんですよね。で、意見の割れることに関しては絶対にほぼ自分の意見っていうのを言わなくて、最後は皆さんで考えていく必要がありますみたいな感じで締めるわけですよね。で、自分の意見言わないの別にいいんですけれど、そのやっぱり自分の意見言わないのも、意見言ってしまうとですね、それを支持してくれる人もいるんだけど、反対に叩いてくる人もいるんで、まあそれを避けるために言わないと思うんですけれど、やっぱりこれだけですね、その番組持っててですね、たくさんの情報を伝える立場である以上は、ある程度ね、討論していただいて、自分の意見もね、ガンガン言ってほしいっていうのはあるんですけれど、だからそういうところがね、やっぱりネット民の人たちは気に入らないんでしょうね。間違ったことを言ってるくせに、その知識のない人たちばっかり集めて説明してるだけであって、有識者と討論しないわけであって、で結局その人権問題で叩かれたことに関しては、自分のその YouTube チャンネルで、最近 YouTube 始めたんですよね。 YouTube チャンネルでその釈明するような動画を上げたんですけれど、そこでもですね、自分のことを叩いてくるのはいかがなものかって、叩いてくる人自体を批判してたんですけれど、だったらその有識者の人でも叩いてくる人いっぱいいるんで、その人たちとガチで討論すればいいと思うんですよね。私はこう考えてるってね、自分の考えを意見ぶつけてですね、で討論すればいいと思うんですけど、それ絶対やらないんですよね。まあまあ、しょうがないかもわからないんですけど、そういうキャラクターなので。だからそういうところがますますネット民の怒りを買ってしまうと思うし、まあそもそも知識のない人向けの番組なんですよ、池上さんの番組っていうのは。なので頭の中が真っ白な状態の人に、これはこうなんだよって間違った知識を植え込んでですね、その洗脳してしまってるわけなんですよね。なのでその政府の借金問題にしてもですね、いずれ財政破綻するって不安を煽ればですね、どんどんみんな不安が強くなって、気分が落ち込んで、どん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 その消費意欲、購買意欲も下がって、結局景気が悪くなるわけじゃないですか。景気の気って気分の気なわけだから。なのでまあ結果的に日本を貶めることになるので、まあそれに対して怒りを覚えるネット民の人たちが毎回毎回反発するんだと思いますけどね。はい、ということでございます。まあ、というのが僕の個人的な意見なんですけど、まあ、個人的には池上さんの番組、好きです。で、間違ったことを言ってるかなって思ったら、その都度ネットの意見も見て、ネット上の有識者の常念
司チャンネルとかでですね、常念さんのチャンネルとか見てですね、あ、やっぱり常念さんはこう考えてるんだなって、答え合わせしたりとか双方の意見聞いて、自分でねまた勉強する機会を得ればいいかなっていう感じで見てるんで、僕自身はそんなに池上さんは嫌いではないですけど、まあ嫌ってる人の気持ちも分かりますよということです。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。